おーい。パラッパッパッパラパッパッパラッパッパラパッ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 。皆さんこれじゃメシラジオの時間です。最初この音楽を忘れてておーいとか言っちゃいましたけれども、いやめっちゃ忘れてたじゃん今。何おーいって、何それ。だってさ、何それ。結構これさ2週間ぶりぐらいじゃん。結構久々だよね。そうだね、間空いたから俺も忘れちゃうよ。何おーいって何おーいや俺もそのままの流れでおーいセカンドでーすって言っちゃって、おーいセカンドでーすって、おーいって言ってる時の俺の心境としては、おーいやべえバラッパだったこれ、バラッパ。いや何してない。というわけでメシラジオ久々でーす。メシラジオいきなり爆笑しちゃった。何してんだよマジで。はい、今日の昼飯何ですか今日は。もうこれ俺やめらんねえわ。何前に食ってたやつ、やみつき黒焼きそば。まあ久々なんだけど、前回食った以来なんだけど、これ本当にうまい。これもう変じゃん、今日前回と同じだなメニュー。うん、でもいいや、もう食べたい。で、卵サンドね、何やかや僕好きなんですよ結構。なるほどね。で、これちょっと食べきれるか分かんないんで、最悪明日の朝飯です。絶対食えないでしょこれ。甘いパン、ブリ、国産小麦のブリオッシュデニッシュ、シュッ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 すぎてる。ブリが入ってんの。ブリオッシュデニッシュ、ブリ入ってねえ。ブリオッシュデニッシュ、シュッ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 シュ、ブリオッシュデニッシュ、シュッシュッシュ。あと野菜生活。それはっかりだな。はーい。はーい。今日は私、はい、これ。最近余ってんね、君。これがね、美味しいんだよ。やたら余ってるね。好きにして。うん。あと今日はちょっとなんかね、酸っぱいもん食いたいなと思って。うん。いなり10個。いなりだけ？うん。いなりだけ？だけ。いなり10個買ってみた。いなり10個すごいな、うん、ちょっとね普通なんかとさ、うん、にぎ、あ、何手巻きみたいなさ、うんうん、やつと、うん、いなり2個とかだけど、いなりオンリーオンリーいなりオンリーいなりいなり3個入りもあったんだけど、うん、ちょっとこいつにねちょっと目がいっちゃったんだよね。なかなかこの量一人で食わないよね。いなり10個ドゥーンってやるから、あ、すごい、これ美味しそうと思ってこれ買っちゃったんだ今日は。まあまあいいじゃん、うん。はい、そんな感じの昼飯です。久々だね、うん、飯ラジオ久々じゃないですか。なんか久々、ね、なんか結構あのギコちゃんたちとね、いろいろゆるいのいっぱい撮ったから、それが多分いっぱい上がってたからだろうね、うんうん、先週は、うん、いやー暑くね。暑い、暑すぎでしょ。なんでこんな暑いんだろうな最近。春すっ通したよね本当に。もう春はなくなったな。そう、日本のあの春もう導入しなげだし。これから、じゃあこれから3つ回していく感じ。夏秋冬です。春夏秋冬じゃなくて夏秋冬になったの。なんか美味しいお菓子みたいな。夏秋になったみたいな。なんだよ夏秋冬になりましたね、これから日本はね。変わっちゃったんだね日本は。そうらしいです。なるほどね。だってもう30度いってんでしょ。だって今日とかいってる。やば、どうした、どうした、どうした日本。本当に怖いよね。なんかもうでも俺思ったんだけど、うん、バリ行ったじゃないですか僕、うんうん、バリの方が過ごしやすいよ、赤道に近いのに。あー、ジメジメしないから。なんか日本のジメジメってかさ、うん、アスファルト暑いなんだよね。やっぱ感じた、ね、向こう行って感じたのは、うん、アスファルトがないから基本。はい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 。道路がないってこと。あ、まああるあるよ、道路は道路で、うん、ただ日本ってさ、アスファルトじゃないとこがないじゃん。アスファルトじゃないとこがない、うん、そうだね。アスファルトじゃないとこがないじゃん。なんだっけ、ラップっぽくなった。ないがインフルで。ヨー。ヨー。アスファルトじゃないとこがないのに、に、ヨー。春、ヨー。なんだよ。やれないから、できないから。あ、なるほどね。確かに。だから暑いんだろうね。だから、向こうは全然暑くなかった。だって気温28度とかなんだけど、うん、やばい、暑いっていうのはない。あ、暑いな。でもまあまあまあ、過ごしやすいなぐらい。なるほどね。風もあるし、うん、で、下が基本砂利とかだから、そんなに、うんうん、普通の地面だとかね、うん、で、やっぱりそのアスファルトまみれのとこ行くと、うん、あれこれ日本みたいな暑さだって感じだもん。うーん、要は上からと下からでもう両面焼きされる感じ。オーブンだ。そう、オーブン、うん、こんがり焼かれてる感じ、うん、日本のだからやばいんだと思う。なるほどね、うん、いや、アスファルトだよ。もう地球温暖化はもうアスファルトが原因だと思う。じゃあ壊していく。アスファルト破壊運動する、うん、テロリストだよ多分。アスファルト一個ずつこうやってさ、トンカチでガンガンガンって。あ、重機とか使わねえんだ。手作業だね、かわいいな。手作業でやって感じ。ただただ逮捕されて終わりだよ。余裕で逮捕されて。まあ暑いよね、確かにね。いや、ちょっと異常だよ、この暑さは、うん。だって5月でこれか。どうなっちゃうの、来月。うん、やば
ばいんじゃないかな。その次は7月は、じゃあ8月は、じゃあ9月はどうするの。もう11月もやばいよ。あー何このノリ何をやらされてるの。若干首痛くなってるからいただきます。うん、これ超うめえ。あ、そう、おすすめ、うん、これ一回食ってみて、みんなマジで。稲荷10個もうまいよ。大体わかるよ、味は。それは稲荷10個がイオンの稲荷は違うとかあんま聞いたことないから。いや、これ本当にうまい。でもなんかね、これもうなくなってそうなんだよね、そろそろ。あと3個ぐらいしかなかった。あ、ほんと？うん、多分俺、これほとんど俺が買ってるから。うまっ。これおすすめ、マジで。いやー、ちょっと怖いですね、だから日本は。日本はね、出てくるじゃん、日本から。うん、日本から脱出する。俺リアルにバリに1ヶ月とか住みたい、ほんとに。一旦一旦だ、住んではないから。うん、実際どだ不便な面は見えてないわけよ。まあそうだね、言うたら。そうだね。まあネットかな。ネットがやっぱさすがに日本ほど早くない。うん、ただほとんど Wi-Fi がある、うん、どの店も。あ、そう、そうか、もうね、向こう。そう、だから、ね、外に人がたくさんいんの。いや、店入らず、店の前で、うん、こうやってやってる。みんな入れよ。みんなこうやってやってる。なるほどね。もう、あまたバリ行きてぇな。違う国行きたいじゃん。まあ、違う国もちょっと興味あるよね。うん、やっぱ海があるとこいいな。海か自然があるとこは。海か自然ね。最近どうすか？稲荷うまいね。いや、稲荷の話さっき聞いたよ。ん？稲荷はうまい。うまいうまいうまい。最近って本当に 今じゃない。最近の話聞いてんの。あ、最近ね。最近？なんかあったっけ？なんかね。面白いこと？集まってなかった時君何してた？いつ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 。いつよ。土曜とか。土曜っていつよ。土曜っていつよって言われたらもう土曜だよ。あ、土曜日ね。土曜日何したっけ俺。なんかしてたんだよ。何してた？編集。うん。しました。うん。終わり。君に話振ると一切広がんないんだ。俺が広げようとしてんの、いつも。いつもちゃんと広げられる内容なのに。まずちょっとじゃあ自分から何してたのか話して。土曜、うん、土曜は私なんとね、うん、ワンピースタワー行ってました。うわ、ワンピースタワーね、はい、いいじゃん。で、あの、びっくりすることに、うん、誰にも声かけられなかった。あー、バレなかったの。しかも黒髪になって、しかも友達といたからなんだけど、うん、でも後から声かければよかったですって言ってくれる人結構いるんですよ、僕。あ、そうなの？あの、絶対声かけて。俺、あの、も、なんて、もったいなくない？せっかく会ったのにさ、喋らないの。まあそうね。俺はどっちかと言ったら全然声かけてほしい人なんで。あ、そうなの？うん、いい、彼女ができてデート中に、もうそろそろキスだなって時に、高橋さんって嫌だよ、さすがに。そういう未来は、それはさすがに嫌だよ。それでもいいんだね。こうやってしようとしたら、高橋さんってこう来たら。外でするな。外でするな、じゃあ。わかんないです。なんか浜辺でさ、外でするなよ。てさ、せめて車の中にしろ、じゃあ。で、車の中に急にさ、フロントガラスで、高橋さんって来られたらさすがにちょっと。じゃあもう家でしてくれ、家で。家でしろ、家で。そういう時じゃなきゃ、まあ、まずないんだけどね。今そういう未来はないんだよね。なるほどね。で、別に友達と、まあ話しかけづらいか。でもね。そうかね。僕としては全然、もう友達にも言ってあるのよ。うん。あの、声かけられるかもしんないから、あ、そしたらその時はごめんねって言ってあるから。うん、めっちゃ自意識過剰みたいなやつだな。いやいや、でもそこはさ、うん。だって声かけられるじゃん。この間行った時だって結構声かけていただいたじゃん。そうだね。と思ってその心構えで行ったのよ。うん。この間ね、何人ぐらいマジで結構声かけていただいてね、やっぱり。そうだね。で、ありがとう、もうありがとう、本当にかけていただいて、ありがとうございました。うん、で、声かけていただいて、うん、だからまた、ワンピースさん行くから、うん、絶対声かけるかもしれないから、うん、ちょっとごめんねって友達に調子乗って言ってたら、うん、誰にも声かけない。いや、お前、本当に人気なのみたいな。いや、違うし、この間は、本当に、本当にこの間ここで声かけられたのいっぱい。すげえダサいじゃん、それ。超ダサい。超ダサいな、それは。まあ、ネタになったからいいんだけどな。なるほどね。あの、見かけたらいつでも、うん、声かけてください、本当に。混んでた土曜日。うん、混んでた。
あのね、うん、俺土曜日初めて行ったのよ、ワンピースター。うん。午前中は空いてた。朝から行ったの。朝から行ったの。もう全部乗れないとやだねって、あのやらないとやだねって言って、うんうん、友達と、うん。午前中はもう割とバンバン行けたけど、やっぱ午後2時過ぎぐらいから結構混みでした。だからもう夕方ぐらいで俺も帰っちゃったから、うん、あれなんだけど。じゃあ朝がおすすめだ。うん。なるほどね。じゃあ平日の朝が一番いいんじゃないの、そしたら。平日の朝はなかなか行けないけど。そのあれで行けばさ。まあそうだね、そうだね。土曜の朝でも過ぎたから。すげえもう、やりたい放題じゃない、もう。乗りたい放題で。ね。うん。あ、じゃあ、ワンピースターの動画ちょっと近々上げますんで。うん。あ、撮影にね、行った時は撮影に行ったんで。うん、そうね。あんま喋りすぎちゃって、ネタバレになっちゃうから。あ、そうだ。ただやばかった、やばかった。本当にやばかった。本当にやばかった。これだけ言って、動画見てね。そうだね。うん。それで終わり、じゃあ、もうその日は。その日は降りされて、その後、うん、友達んちでたこ焼きパーティーした。たこ焼き、なんかたこ焼きパーティーしたいくなって、みんなでそういうもんなの、うん、たこ焼き急に焼きたくなるの。焼きたい言うて俺本当に職人って呼ばれるから。何師匠って呼ばれるたこ焼き焼くのが好きなので、俺だけやってたから、俺がずっと、ずっと早待ち。すげえいいじゃん。で、俺すげえ、たこ焼きパーティー呼んでいただいたら、ただの役係になる。いいじゃん、食ってる。で、俺楽しいんだ、それが俺。じゃあ俺にとってはすごい楽だわ、それは。しかもめっちゃうまいよ、俺。外カリカリ、中ふわふわ。もう。将来、たこ焼き屋さんなの。いつ関西行っても問題ない。いつ関西に住むってことも。関西の人ってなんか違うんじゃないの？たこ焼きカリカリじゃなくない？どうなの？でも自宅でやるたこ焼きってカリカリになっちゃうでしょ。ふわふわは逆にできなくない？あ、そうなの？どうなんですか？ちょっとわかんないけど。でも関西の人って結構なんか家でさ、うん、夜たこ焼きとかやるイメージあるけど。ほんとそれ？どうですか？たこ焼きだったらたこ焼きだけでいいもんね。ご飯いらないもんね。うんうんうん。もう腹っぱになるもんね、あれね。うんうん、全部で何？ 100？ もっとか、100何個？ 100 個！あ、6人でやったから。6人で100個って多くね？ 120 か。一人20個。めっちゃ食うな。お、そり焼いたから俺。バイト代欲しいぐらいで。120個か、多いね。結構腹いっぱいだったね。チーズ入れるとうまいね。チーズね。うん。何がうまいんだろうね。肉とかもあり。肉はあんま入れなくない？だって生じゃん、肉は。危ないよ。あと、焼いた後、焼いた後。焼いた後に入れる？めんどくせ。あの、明太マヨとかもいいんじゃない？結構あるよね、お店とかで。あ、ある。うん。ただ、チーズがやっぱ簡単にできるね。ただ、もうふーって入れるだけ。入れるだけか。もうこれ超うまいから。何目指してんの？職人としてちょっと。何目指してんだよ、で、そしてたら、一人だけ会話入れないじゃん。マジでやってるから、俺。まあ、はい、ちょいちょい入るよ、もちろん。もちろん入るんだけど、やっぱり役に集中したいから、話振られても、うん、うん。おんおんおん超つまんねえやつじゃん。みんなに美味しいたこ焼きを食べてもらいたいの。もう違う席でやれよ、じゃあ。ここでやっとけばいいよ、そのさ、別の場所で。で、それでちょっと浮いちゃうじゃん、変な話。で、そしたら、うん、浮いた状態で、うん、まあ、5人が話してる中で、うん、油が跳ねて、うん、グラスを思いっきりこぼすっていう。一番痛いやで。一番痛い。最悪だよ。お前何やってんだよって。一生懸命働いてくれた上にこぼすっていう。かわいそうな絵面になる。まあ、別に、仲いいから別に。ああ、やっちゃったよみたいな感じだけど。何ちゅうけんの？たこ焼き焼くときだけ職人になる。なんだよ、それ。ああ。そんな休日でした。なるほどね。いい休日でしたよ。うん。君は編集以外ないって。僕はですね、編集しまして、ちょっと夕方からそのあれがあったんですよ。相談があったんですね。夕方から相談がある。全然わかんない。なんだなんだなんだ。僕実は資格を持ってるんですよ。うんうん。 FP っていうね、うん、で、ちょっとそのなんだ、結婚してて、うん、その保険が必要かどうか相談したいって言われたから、うん、ちょっと行ってきたんだよね。
で、その相談を受けて、うん、でそれで一応友達だから、うんうん、受けて、ちょっと飯食って帰ってくるって。うーん、それで終わりですよ、僕の一日は。なんかなかったの？何が？グラスこぼすとか。ないよ。ねえか。グラスこぼすはなかなかないだろ。たこ焼きやってて油飛んで、あっちーグラスこぼすみたいなね。なかったね。ないんかい。ただの普通の仕事。何もなかった。だから。あ、そう。もうご飯食って帰ってた。普通に。あ、そう。うん。事件ってなかなかそんな起きるもんじゃないよ。別に俺も事件じゃないけどね。そしたら膨らましてるだけだけど。あ、そういうこと？あとはね、あとは何かあったかな。はい、終わり。君に振ると一切広がらないっていう。なんかあったかな。自分のね、あれっていうのはないんですよ。その、なんだ、ん、記憶が病気だよ、ね。記憶がないんですよ、じゃね。記憶がない。お前、飯出し俺いなかったらどうなっちゃうんだ、お前。記憶が、記憶がないわけじゃなくて、その、自分のことのあれがないんですよね。なんて言うんだっけ、そういうの。お話。自分のお話みたいな。自分の出来事のお話。エピソードトーク。あ、そうそうそう。そういうのはね、ないんだよね。まあ、だから動けば見つけに行くんだよ。あ、トークを？うん。トークをね。芸人の楽屋か。芸人の楽屋かを。トークを見つけに行く。俺相方でトークの見つけ方の相談会してた。後でやるよ。だから、どっちかっていうと、なんかこう、何についてとかね。そういう方がね、話が、うん、あ、ね、そう、膨らむね。ああ、なるほどね。うん。で、自分の子よりはね。じゃあ、なんかないの最近までそういうの。ない。話題。なんか自分で今気になってて、うん、ちょっとこれについて喋りたいみたいなのない。なんか今。ええー。いや、君が言ったんだよ。これについてだったら喋れるって、君が言ったから俺広げたんだよ。びっくりしたよ、今。急に、いやいや、急に、いや急にそんなよ。もうな、お前が言い出したんだよ、お前。急に。ええじゃねえ。ええじゃねえ。急に。お前が投げてきたから俺が取ってって投げ返しただけだぞ、お前。急に言うの、そんなこと。いやいや。ねえ、なんで別にそれ、自分でハードル上げちゃうから、そんなに。テーマでしょ？あ、テーマ。なんかこういうこと喋りたいみたいな感じじゃない？例えば何や、例えば。それを聞いてんだよ。おめえが言い出したんだろ。例えば何よ、例えば。ん？ちょっと教えてよ、例えば。例えば教えてくれよ。例えばってなんだよ。で、俺だったらワンピース？じゃあ。あー、なるほどね。例えば？例えばね。うん。うん、あとは？いや、そこで終わらせたらないんだよ、だから。そこで終わらすからダメなんだよ、その。課題が見つかったね、今日。課題がね。いやいや、びっくりしたわ。君が言ったから言ったのに。喋んないんかい。びっくりしたわ。いやー、なるほどね。そう。そうだね。うん。うん。いや、びっくりしたわ、今の。あっちいな、ほんとに。あっちいなじゃねえよ。あっちいな、ほんとにな。あっちいな、今日な。誰のせいだよ。だから話がこうどんどん出る人ってすごいって思うよね、やっぱり。だ、興味を持てばいいだけだよ。何に？その相手の話とか。あ、相手の話ね。うん。じゃちょっと話して、なんかほら。だから俺こないだ会ったことを話せばいい。うん。あの、母の日こないだ会ったじゃないですか。うんうん。で、母の日まあちょっと忙しくて、うん、実家帰れなくて、うん、どうしようって思ったんだけど、お酒好きなんで、うん、母はね、うん、まあちょっとアマゾンで、うん、まあお酒でも買って送ろうと思って、うん、まあ電話して、うん、送ったよーっつって、うん、ごめんね、あの、行けなくてごめん、直接じゃなくてアマゾンからでごめんなさいってあ、まあいいよ、ありがとうみたいな話をしたの、うん、で、それから何日か経って、うん、俺ちょっとレッドブル最近ちょっとやっぱり頑張り時には飲むようにしてんのよ、うん、その方があのやっぱ効率がいいから、すごい編集とかで飲みすぎてないけど、うん、で、レッドブル箱買いしたの、うん、そしたら母の日で実家に
送るっていう住所でやっちゃったから、レッドブル実験届いちゃった。なんか届かねえなと思ったら、実家にレッドブル送っちゃった。直ちゃんそれ。どうすんのじゃあ、取り行くの。だから、着払いで送ってって。超無駄、ほんとに。だから、レッドブルさ、箱買いの方が安いじゃん。うん。だから、安く買うためにネットレモンを買って、うん、冷蔵庫入れとこうと思ったのに、うん、結果着払いの、だから1000万円かかるでしょ、あれって言って。うんうんうん、だから普通に買うより高い金額で、めんどくさいものを買うっていう。超もったいね。無駄だし、もったいないね。超もったいねえことした。なんで確認しないんだよ。いや、なんかもう早く飲みたくなっちゃって。早く飲みたかったらちょっと買いけばいい。その時だけ。マジミスったわ。アホだな、それは。っていうことがありました。ああ、なるほどね。そういうのが、あれだね。エピソードトークっていうんだね。あ、まあそうだろうね。そうだね。そういうのは僕にはないです。まあ真面目だからね。真面目？いや、君は。だって僕が毎日やってることって、うん、もう朝起きるじゃん。うん。まあ大体その、自分たちのところの動画を、うん、まあ、分析するわけですよ。あんじゃん、だからそれ。じゃあそれでなんか分析してなんか思ったことないの？あ、分析して思ったこと？あんじゃねえか。本当にだから、編集がこうやってってるのかと思った。今の君の話だとね、編集しました。終わりって言うから。編集終わった。いやいや。広げてないだけだよ。あ、そういうことか。広げる場所っていっぱいあるのにさ。あ、そっか、自分の生活をイメージすればいいんだね。何してるかをね。さっきからそう聞いてんじゃん。何してたのって。何してたの何回撮ってんだよ、飯とか、お前。何回撮ってんだよ。あ、そういうことか。うん、自分のあれを、あれをすればいいんだね。そこを切り取ればいいんだ。うん。で、そこを膨らませればいいんだね。うん。なるほどね。これ結構、何回か言ってるよね、これ、俺。飯トーク自体で何回か言ってるよ。なかなか普段フリートークないじゃん、だって。やっぱ動画っていうのはさ、ああまあまあテーマが決まっててさ、ね、じゃあそれに向けて撮りましょう、こうこうこうで撮りましょうってなるからさ、うん、基本そんなないじゃん。うん。これ一番難易度高いね、この動画ね。いや、何回やってんだ割ともう半年ぐらいやってるぞ。難易度めっちゃ高い、ね。半年ぐらいやってるぞ。で、なんだっけ。動画見てる。ああ、そうそう、見るんですよね。で、分析をして、うん。分析します。はい、じゃあな最近、はい、何どういう見たの何見たの、うん、基本やるのは、うん、昨日上がったやつ、うん、1ヶ月前のやつ、うん、過去から遡る、うん、っていうのやってんだね、うんうんうん、全部チャンネル、うんうん、でね何見たか、うん、あ面白いなってよ面白いなあった自分たちの動画見て面白いなったって言ってたあ違う違う何何面白い動画があったよって面白い動画というよりはな気づきがあったと気づきがいろいろあるよ、ね、気になる気になるまず分析とかやってるからね基本的にまず君の、うん、ね君の感じ、うん、だいぶ違う気分屋だしねいやいや本当にやっぱまあ何だろう最近こう長いじゃんやっぱやっててさやってる長いねある程度分かってくるからさそういうところもあるんだけど、うん、あのねゲームチャンネル、うん過去の一番最初のトレクル、すごいよ。やばい。やばい。はい、でもこっちで高橋今日緊張しないって感じ。わかるわかる、確かにそうだった。そうだった。取り慣れてないしね。そうそうそう。初々しさがあった。そうそうそう。まあ、あれはあれならいいんだろうね。そうそうそう。徐々に変化をしていってますっていうね。まあ、そうだね。っていうのを、うん、見つけました。あ、そう。はい。人間成長するからね。ずっと同じじゃないからね、さすがに。そう。とかね、あなるほどねまあちょっと細かいのは全部もうエクセルにブワーってまとめたんだけどさ、うんうん、そうなどなどですよやってんじゃんっていうのは最近じゃそれ結構やってるねそうそうそう、ね、いろいろと見つかるんですよ、うんうん、ヒントは過去にあります、うん、なんかかっこいいこと今ちょっとみんなメモだよヒントは過去にあるメモヒントは失敗にあるとかでもなく広いなそりゃそうだもんねそりゃそうだ今未来にはまず無理なんだから今か過去だって過去しかねえだろそうだなそれは当たり前よくよく考える当たり前のこと経験今までしてきた経験の中にヒントがあるな当たり前なんだ当たり前だ よ, 前だよまあそうねそうねそうそれで、まあ、お世話になってますからそうそうそうヒントは過去にある
みんなヒントは過去にあるんだぞ。大丈夫、もう刺さり終わったよ、もう。あ、もう刺さったか。刺さり終わった、あ、それは当たり前だって。いや、ちょっともうちょっと今からいいこと言うわ。何でも、うん、その過去を作り出すには今行動しなきゃダメだぞ。ちょっと早くじゃーん、聞き取りづらかったね。今、おなんて、なんて俺、この距離で聞き取れなかったね。いや、その過去を作るには、うん、今ちゃんと行動しなきゃダメだよ。あ、いい、それは素晴らしい。なんでいいこと言ったの、なんで聞いててくれないの。いや、違う、今、なんか喋りたすぎて、今、この距離でダメだよ。いやいや、聞き取れない。ちゃんと言って。ちゃんとね、ちゃんと言わなきゃ、ね、ちゃんと言わないと。ちゃんとね。ダンスとか絶対分かる。ほんとに。まあ、なるほどね。まあ、分かったことは、やっぱり、飯ラジオはやっぱ難しいね。適当な話はいいだけだよ。自分で言っちゃったら適当な話だよ。それ、いい意味でね。うん、いい意味で、ゆるく喋りたいこと喋りゃいいんだよ。なるほどね。うん、だそれ、セカンドなんかで、ね、喋りたいこと喋りゃいいんだよ。なるほどね。残ってるよ。うん、これはもう明日の朝飯です。だと思ったんだよ。うん、なんか多いんだと思ったよ、最初。もう多いんだよね。もう絶対こうだよね、俺。もうね、なんか絶対1個多く買っちゃう。いや、別に絶対明日食えるからいいじゃんっていうのがあるんだよ、多分。最悪。明日食えるからどんどん溜まったらどうなっちゃう。それ溜まんねえよ、明日食うんだろ。いや、わかんない。夜忘れててまた買っちゃってさ、明日食えばいいで、ドゥンドゥンってなる。あ、さすがにそこまでのポンコツじゃない。ほんとだよ。なんか腹が空いてんじゃん、お腹空いてます。うん、ちょっと足んねえなってなんだよ、絶対。その、サンドイッチとカップラーメン。うん、ちょっと足んねえな。一個買っとこう。うんうん、最悪、明日の朝食べよう。うんうんうん。その制度がやっぱり適用されちゃう。夜だったらどうするの、それが。夜だったらもう食う。あと、あと寝る、あと寝るだけだから。夜も、夜もこうしちゃいました。うんうん。食うか。無理して食うの。無理して食う。バカじゃん、それ。いや、もうアホすぎるでしょ、それは。逆にこれとサンドイッチを食えばよかったんじゃないの。じゃあカップラーメン、カップもこれは絶対な、それは絶対な、俺の中で今日はこれもカップラーメンは絶対な。あー、もうこれは外せません。じゃあなんでこれ買ったんすか、これ。ん、なくてもよかったじゃん、これ。ちょっと最初はこの時の俺は食べれると思ってたの。いや、もう何回やってんだよ。君に、俺にさっき何回やってんだよって言ってる。お前も何回やってんだよ。むしろこっちの方が多いだろ、回数は。3年ぐらい。いや、もう、てかもう、こうなのよ、俺。いや、何回やってんだよ。余計に買っちゃうんだよね、だからね。いや、買いすぎ。何回やってんだよ。いや、分かる人いるんだい。計画性がない。だから、行動しちゃうんだよね。その、考えずに行動しちゃうの。出ちゃうタイプ。で、後で考える。で、その、行動、なんていうの、その、行動しつつ思考するっていう。でも、一番成功するタイプって言われてるんだよ。失敗してんじゃん。もう失敗してんじゃん。いや、これ分かる。もう、一回きりだったら分かんないよ。で、次からもう絶対やらないって言ったら、もう成功した。いや、俺にとってはこれメリットなんだよ。いや、だから明日の朝、朝、わざわざ、買いに行かなくて済む。そのメリットだよ。いや、違うでしょ。それたまたまでしょ。だって偶然でしょ。成功者は偶然とかじゃないから。必然であの人たちは作り出すから。もうこれは予定だったらいいんだよ。明日の朝食べるからじゃ買おうだったらいいじゃん。わかるよ。違うじゃん。すぐ行動。行動してんですぐ。マジ？すぐ行動して。マジ見てんだよ。行動してね。なんだよそれ。考えるとき考えるけど、こういうように考えないとき一切考えない。俺の場合それであったのが、巨大迷路。うん。なんかテーマパークとかあんじゃん。うん、もうすっげえ広いやつ。うん、友達と4人とかで行ったんだけど、うん、俺も考えるのめんどくせえから、うん、常に走ってん。で、一番遅えの。同じとこと何回もぐるぐるなって。いや、考えろよ。で、一番遅くてゆっくりやってたはずなのに、走ってただけだから、一番疲れてる。いや、もう、青じゃん。いや、もう考えるよ、もう行動した方が早いってなっちゃうんだよね。でも、ああいうの考えなきゃダメだよ。そうだよ。だから、向いてないの、ああいうの。とにかく動いちゃうんだよね、だから。とにかくね。うん。とにかく行動しちゃう。なるほどね。いいことなんだろうけどね。いいことなんだけど、ちょっとまあ、バランスだよね。うん、ちょっとバランスは悪いよね。ね、バランス悪いよね。バランス悪い。はい。はい。こんな感じですかね。はい。はい。はい。暑いですけど。暑いね。楽しんでいきましょう。うん。はい。そんな感じでした。はい。また会います。またね。バイバイ。